ゼルダの伝説時のオカリナには隠されたもう一つの冒険がある。知る人ぞ知るもう一つの時のオカリナ、通称ウラゼルダ。それは2002年ゲームキューブ用ソフトゼルダの伝説風のタクトの予約特典として限定配布された。任天堂 3DS 版ゼルダの伝説時のオカリナ 3D にはそのウラゼルダを収録。今回のウラゼルダの舞台は見えるものすべてが鏡写しの世界。鏡写しの世界では単純に左右反転になっているだけでなく、敵やアイテムの配置、謎解きが本編とは異なるものとなっている。さらに敵から受けるダメージが2倍になるなど、やりごたえのある冒険が楽しめる。ウラゼルダは本編をクリアした人のみ挑戦することが許される。もう一つの時のオカリナへ。